方の、はい、はい、ありがとうございます。あわいありがとうございます。はい、これでは失敗ではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないですが、これで大成功です。勢いよく注ぎましたので、その衝撃できめ細かい泡を作ることができるんです。この泡がとっても大事な役割を2つ持っています。まず負担になるということです。先ほども申しましたが、酸化が苦手ですので、この泡が負担になりまして、ビールが酸化して味が逃げていってしまうのを防ぐことができるんです。また泡がやっぱりとってもクリーミーで美味しいというのをいただいたんですが、余計なえぐみや苦みを泡が吸い取ってくれます。なので召し上がっていただくときに口当たりが大きく変わってくるんです。なのでまず最初は冷めらうほどなく高いところから注いでいただきます。そして皆様、今一度グラスをご覧ください。グラスの3分の1ほどまで泡が落ち着いてまいりました。こうなるまでは飲むのをぐっと我慢してここがまた大事なポイントです。そしてここでぐっとグラスを傾けます。ここからは先ほどおっしゃっていただいた通り、斜めにした状態で注いでいきます。泡が壊れてしまわないように優しくゆっくり注いでいきます。そしてだん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 縦に戻していきます。おー、そして最後はこのキメの細かい泡をグラスの上まで持ち上げて完成です。早速、コンさんからは右手にザ・プレミアムソルトをご用意いただきまして、このストリー